ピンスの卓球用具ランキング。はい、ということで第9位、じゃじゃじゃん、ビスカリア。ビスカリアです。ビスカリア。ビスカリアです。はい、世界ランキングはこれ9位の選手の使用ラケット。ソーチェーンですね。ソーチェーン。チュアンチジュアンとも言ったチャンチジュアン、まあ、ちょっと長くて言いづらいね。ソーチェーンが言いづらいかと思うんですけど、チャイニーズタイペイの選手、はい、長くやってますね。その選手が使ってるのがビスカリア。ビスカリア、まあ、でも長い選手、長い、まあ、長い選手生活を送ってるっていうだけ、はい、ビスカリアってもう相当古いラケット。古いです。昔からある。初めてアリレートカーボンっていう、そうです、素材が広まったのがビスカリア。はい、重さいきましょうか。重さいきましょうか。平均して 90g 前後ですね。 90g オーバーが多いですね。あ、まあ、やっぱ普通のよりも 5g ぐらい重い。まあ重い。特徴は、特徴はザ・アリレートカーボンなラケットかと思います、うん。まあ、あとはグリップがちょっと太いんですよね。そうだね、グリップも特徴的だった、はい。これのストレートってちょっと独特で、握った感がすごく良かった印象。そうですね。あー、フレア使ってんのか。はい、ストレートじゃないんだ。やっぱこうチキータとか大丈夫プレーとかっていうのが流行ってきてから、はい、もうグリップってもうみんなフレアとか細めのやつ使うっていうのが主流になってきちゃったよね、はい。昔はそのツッツキとかミートとかフリックとか、もうその程度からもうガンガンいってたプレーだったから、ストレートっていうのがやっぱ飛ばすためにはすごい握りやすくてもあったけど、やっぱストレートの太いグリップであんまりこう細かい技術っていうのはやっぱやりづらいよね。お値段はもう廃盤なんですけど。ああ、そうですね。日本で売ってた時は税込みで1万500円でした。安い。安いですね。まあでも当時は高い方だったよね。ある事件があってすごく値段が上がってます。ある事件と。ああ、それは後々話そうかなと思うんで。分かりました。それはじゃあ後でお願いします。はい、ということで第9位ビスカリアでした。チャンネル登録よろしくね。